Amazon ブラックフライデーで買えるおすすめの紅茶アイテムについてお伝えします。こんにちは。お一人様限定の紅茶教室をしています。ジュンジュンです。Amazon のブラックフライデーが始まりました。これはですね、年に1回のとってもとっても大きな Amazon のセールになります。しかも前回 Amazon のね、プライムデーのおすすめのね、商品をお伝えしたんですけども、その時と違う点が一つあります。それはですね、この Amazon のブラックフライデーは Amazon のプライム会員じゃなくても参加ができるということです。ぜひぜひこの機会にチェックしてみてください。この動画を見ると、おすすめの紅茶アイテムや紅茶、そしてそれがどうしておすすめなのか、その理由もわかります。これからもおすすめの紅茶や紅茶用品、紅茶のアイテムについてお伝えしていきます。ぜひぜひチャンネル登録を押してください。よろしくお願いします。で今回は本当に数が多くて40種類あります。なので最後までぜひぜひ見てほしい。そして今回はAmazon のこのね、ブラックフライデーではないんですけど、今しか買えないアドベントティーカレンダーも Amazon で買うことができますので、動画の最後におすすめのアドベントティーカレンダーもお伝えします。なのでぜひぜひ最後まで見てください。それでは始めます。まず最初、紅茶からいきましょうか。紅茶。一つ目は、トワイニング、ザ・ベスト5。これはですね、これは、紅茶、初心者におすすめの紅茶のところでもお伝えしたんですけども、一番最初、これから紅茶の味わいの違いを知りたいっていう方におすすめなのが、このトワイニングのザ・ベスト5。なぜかというとですね、この紅茶知ってたらいいよねっていう主な紅茶5つが入ってるからなんです。ダージリン、セイロオレンジペコ、そしてアールグレイ、レディーグレイ、プリンスオブウェールズとね、このおそらくキームン、中国のキームンが入っていると思うんですけども、プリンスオブウェールズ、この5つが楽しむことができます。ダージリンが分かって、で、スリランカの紅茶が分かって、で、中国の紅茶が分かって、日本にあった、世界三大銘茶って言われている、ダージリン、ウバ、キームン、このね、3つを味わうことができるんですね。もうこの味の違いさえ分かり、そして自分の好きな紅茶をね、知ってしまえば、もうですよ。その後は、そう、例えばそこで、私はダージリンが好きだと思えば、ダージリンをね、見つけていけばいいですし、やっぱりフレーバーのこのね、ベルガモットの香りが好きだな、癒されるなと思う方は、アールグレイを中心にね、探されたらいいと思うんです。これから紅茶始めて、自分の好きな紅茶、どういう紅茶が好きなのかを知りたいなっていう方は、ぜひぜひこのトワイニングザベスト5、チェックしてみてください。二つ目がですね、イギリスを代表します紅茶専門店、アーマッドティーですね。アーマッドティーからもうたくさんの紅茶が今回出ています。中でもおすすめは、ザ・ベストセレクション。これもね、先ほどのトワイニングと一緒で、飲み比べることができるっていうことは、紅茶の味の違いが、ものすごく顕著にわかるんですよ。やっぱりこの一杯だけ、これだけ飲んでも、美味しいなとか、紅茶の味だな、ぐらいしかさえちょっとね、わかんないんですよ。でも、この紅茶とこの紅茶、飲み比べたりすると、こっち結構あっさりしてるな、とか、結構コクがあるな、とかっていうふうに、比べることで味の違いって、ものすごくわかるようになるんですね。なので、このセレクションタイプ、アソートのタイプがおすすめです。で、さっきとね、何が違うのか。アールグレイ、ダージリン、セイロンのこの3つは、先ほどと同じです。で、他のイングリッシュティーナンバーワンとか、イングリッシュブレックファーストティーっていうのは、いくつかの茶葉がブレンドされてるんですね。で、どちらかというと、結構パンチのある、先ほどのトワイニングと比べるとパンチがあるので、ミルクティーが好きな方とか、結構ガツンとした紅茶が好きな方は、アーマートティーをおすすめします。イギリス人って結構パンチのある紅茶が好きだって、よくですね。イギリス人はパンチのある紅茶がね、好きだっていう方が多いと言われています。なので結構やっぱりガツンとくるものが多いんですよね。特に朝、この紅茶の強さで目が覚める。目を覚ましたいっていう人が多いので、そういったね、わかるわかるって今思った人、あなたはこのアーマッドティーをおすすめします。で、アーマッドティー他にもありまして、これがどれがいいかな、いろいろ飲み比べたいなっていう方におすすめのものです。しかも先ほどのトワイニングもそうですけど、ティーバッグなので手軽に楽しむことができます。でですね、アーマッドティーさんはもうね、たくさん出ていて、紹介しきれないぐらい出ているんだけれども、リーフがいいよっていう方はリーフもあります。
アールグレイ好きな方は、アールグレイ、ベルガモットの香り、柑橘っぽい、こう、オレンジのような、そういったね、爽やかな香りがします。ほっとしたいとか、リラックスしたいっていう方は、ぜひぜひこのアールグレイ飲んでみてほしい。いやいや、私はガツンとした紅茶、ミルクティーでたっぷり飲みたいっていう方は、イングリッシュブレックファーストティー。こちらもリーフ 250g 入っています。250g ってどれぐらいかと言いますと、ポット、このね、通常、まあ、カフェとか行って出てくるサイズのポットが50杯飲めます。なので、毎日飲んでも、まあ、2ヶ月弱ぐらい入っている、それぐらいの大容量になっています。もうちょっと手軽に飲みたいっていう方におすすめなのが、ペットボトル。デカフェのアールグレイ。以前ね、ペットボトルの無糖の飲み比べをしたんですけど、無糖のペットボトルの紅茶でも、本当に各メーカーによって味わいって全然違うんですよ。うん、で、アールグレイの紅茶って最近は増えてきたんですけど、ペットボトルでのアールグレイといえばこのアーマートティーなんで、ぜひ手軽に飲みたい方、このアーマートティーのペットボトル飲料をおすすめします。しかもこれはですね、ノンカフェイン、デカフェなんですね。なので、カフェインが気になる方にもいいんじゃないかなと思います。そして次がですね、ディルマ。こちらはですね、スリランカの専門店になります。ディルマのね、イングリッシュブレックファーストティー今回出ています。で、通常ですよ、イングリッシュブレックファーストティーって、メーカーによってどんな茶葉が混ざってるかって、配合とかね、その種類って、まあ、違うんです。だけど、多いのがアッサム、インドのアッサム、そしてスリランカのウバ。で、あと、色とかコクとか、まあ、味わいをちょっと、まあ、下から支えるようなか、まあ、感覚で、アフリカのケニアが入ってることが多いんですね。でも、こちらはですよ、もうスリランカだけ、スリランカだけで作ったイングリッシュブレックファーストティーなので、まあ、なかなかこのブレンドは、ないですね。で、アッサムが入らないから、結構、すっきり飲めると思うんですよ。スリランカの中にも産地って7つ、細かく言うとあるんですね。その7つのエリアで結構味わい違うんです。味わいが違うからエリアが分かれてるんですけど、原産国名がね、スリランカって、そこしか書いてないから、どこのエリアの紅茶がブレンドされてるかまでは、まあ分からないんだけど、インドのアッサムが入っていない、ケニアが入ってないってなると、甘みとかコクっていうものは、よりは、こう、すっきりと飲めるタイプだと思うので、キリッとした味わいが好きな方は、このイングリッシュブレックファーストティー、こちらのディルマのイングリッシュブレックファーストティーをおすすめします。そして次がですね、ローズフリー種のフルーツティー。そう。これはね、いろいろなお茶の茶葉、お茶とフルーツがね、こう、ミックスされて、この一杯、このポット一杯でフルーツティーが楽しめます。砂糖も不使用ですし、無添加なので、紅茶とフルーツそのもののお味を楽しむことができる。そんな味わいになっています。お湯にこのフルーツとか茶葉を10分から15分ほど浸して飲んでくださいって書いてあります。しかも、一袋で 600ml を3回継ぎ足しして、合計 1800ml 飲むことができるとあります。だからめっちゃ飲めるよね。1800ってほぼ2リットルちょうど目の前に。ここのよくある大きめのペットボトルとほぼ変わらないぐらいの量をこの一袋で飲むことができる。そう。フルーツの味って紅茶に伝わるのかな、これ。ドライ。どうなんだろうね。で、フルーツティーを作るときのポイントって皮なんですよ、皮。例えばリンゴでも、オレンジとかでもね、この皮のところに香りの成分があるので、果肉だけじゃなく、皮と一緒に蒸らすことがポイントなんですね。で、ここのフルーツはすべて皮がね、しっかりついているので、美味しいフルーツティーが飲めるんじゃないかなと思います。で、まあドライだからゆっくり開いていく。そういう時に、例えばこういうホットウォーマーとかの上にね、しばらく蒸らすと、暖かさがね、持続するので、より香りが、フルーツの味わいが紅茶に行き渡りやすいと思います。なので、蒸らすときは暖かい状態。まあ、ティー麹っていう、こう、被せるものとかでもいいんですけど、そういったものを被せることをお勧めします。で、見てるだけでやっぱ可愛いので、クリスマス、これからの季節にもぴったりだと思います。でね、パーセンテージで言うと、ちょっとそんなにね、
なんか割引率が高いわけじゃないんです。正直言うと。だけど、ちょっとでも安かったら嬉しい。そんな茶葉があります。それは、マリアージュフレール。マリアージュフレールさんの、まあ、人気ナンバーワンといえば、マルコポーロですね。なので、このマルコポーロが好きな方、まあ、若干ではあるんですけど、5% だからね。それでも、嬉しいよね。なので、マルコポーロが好きな方は、ぜひ、今回このね、機会に、購入してみてはいかがでしょう。あ、で、マリアージュフレールさん、今、アドベントティーカレンダー、発売してます。今回3種類出ましたね。お値段は1万5000円ちょっと超えてきたので、若干、なんか、ね、こう、と思ってボタンを押さないと買えないぐらいの金額かなと思いますけど、年に1回、ね、特別な機会なので、気になっている方はチェックしてみてください。そして、海外の有名ブランドといえば、TWG、シンガポールの TWG ですね。こちらも、11% オフ、11% オフで今回出ています。で、ティーバッグ、まあ先ほどのね、マリアージュフレールさんもそうなんですけど、ティーバッグが、コットンでできてるんですね。で今、ティーバッグって、ビニールのね、問題があって、ティーバッグからも体内にマイクロプラスチックがね、小さなプラスチックがこう溜まるっていうデータも一部ではね、開示されてるんですよね。それがどれぐらい体に影響出るかっていうのはまだまだね、現状ではちょっとわからないから、やめた方がいいっていう方もいれば、いや、それぐらいは大丈夫だよっていう方もいるので、まあ、ご自身の判断にはなるかと思うんです。でもちょっとそういうのが心配だなっていう方は、この TWG さんだったりとか、マリアージュフレールさんのコットンのティーバッグは安心なんじゃないかなと思います。で、今回、すべての紅茶が、この TWG の紅茶が、ブラックフライデーのね、アイテムにはなっていないんですね。なので、お好きなね、お味が、今回、このブラックフライデーに入ってるかどうか、チェックしてみてはいかがかなと思います。そして、次がですね、ネパールの紅茶。ネパールって、ダージリンとほぼ同時期にね、開発された茶園っていうか、紅茶のエリアで、エリアもこう、ヒマラヤ山脈を渡る、隔てているだけだし、気候とかもね、近いので、味わいはすごくダージリンに似てるんですよね。でも、まあ、規模として、規模はダージリンほどないので、ネパールってなかなかね、ダージリンほど有名ではないし、知られていません。だけど、爽やかで、フレッシュなね、青々しい、そういった紅茶が好きな方には、ぜひ飲んでみてほしい、そんな紅茶なんですよ。しかも今年の2023年の夏摘みが今ね 50g でお安くなっています。で、紅茶って旬っていうものがあるんですね。で、いつが旬かっていうのは生産地によって違います。ネパールの旬は夏なんですね。旬だから美味しいっていうわけじゃなくて、旬だからその特徴的な味わいがより強いと思ってほしいんですね。ネパールの中でも味わいが強い時期が夏摘みになります。とはいえ、そんなガツンとするほどの味わい、強い味わいではなく、爽やかなね、紅茶なので、強い味っていうほど強くはないんだけども、でも、その中でも春、夏、秋の中でも、しっかりとした味がね、楽しむことができます。しかも 50g だから、まあ、このポットで言うと10杯分なので、結構すぐ毎日飲む方は、まあ、10日ぐらいでなくなっちゃうぐらい、2週間持たないかなっていうぐらいの量になっています。そしてしっかりとね、こう密封できるように、このプチ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 ってこうね、ジップがついているので、保管もしやすくておすすめです。そしてですね、さらに、ここのね、茶園の世界大会で銀賞を受賞したっていう最高級品のゴールデンチップスが出ています。ゴールデンチップスって何っていうとですね、ここのこの茶はもう見てめっちゃ美味しそうじゃない？このよりそして大きさ。もう見ただけで美味しそうってね、わかるよねっていうぐらい美味しそうな茶葉なんですけど、この今茶葉を見ると結構、色が結構じゃないね。ゴールドの色がね、混ざってるじゃないですか。これがゴールデンチップスって言います。なんでゴールドなのかというと、紅茶ってね、一芯二葉って言って、新芽が一つと、その新芽の次に入ってきた茶葉が2枚、こう、なをこう摘むのがね、美味しいバランスって言われてるんですね。で、新芽って若くって、その周りに産毛のような、ふわ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 って白い産毛がね、ついてるんですよ。だけど、紅茶ってこう、茶葉、あと茶摘みをしてから発酵させていくんですよね。で、発酵させていくと、まあ、こういった紅茶色になるじゃないですか。なので、産毛も、白い産毛もね、こう、発酵で進んでいくと、こんなね、紅茶のような色に変わるんですよ。それが、このゴールデンチップスと呼ばれるね、ゴールデンの茶葉なんです。
ゴールデンチップスは味わいのね、紅茶の味わいの中で言うと、旨味成分とか甘味成分を担当するんですね。なので、甘いのが好き、旨味成分たっぷりな紅茶が好きっていう方は、先ほどの夏摘みより、このゴールデンチップスの紅茶をおすすめします。ネパールって、割とね、色がね、淡いのが多いんですけど、ここで見ると水色結構深いですね。飲んでみたい。これは飲んでみたい。で、年に一回しかね、取れないって、収穫しない特別なお茶ってあるので、ね、飲んでみたい、飲んでみたい。私も買おうかなと思っている。楽しみですね。そして次がですね、オートティー、オーガニックですね。有機紅茶、ダージリン、アッサム、ウバ、アールグレイ。例えば最初におすすめしたアソートタイプあったじゃないですか。トワイニングとかアーマートリーとかね。それでもう自分がどんな紅茶が好きか、お好みの紅茶が分かっているよっていう方はこういったね、産地銘茶って言うんですけど、産地の紅茶が入っている茶葉をおすすめします。すっきり飲みたい方はダージリン。コクがね、楽しみたい方はアッサム。で、ちょっとパンチのある紅茶が好きな方はウバ。で、ミルクティーが好きなんだよっていう方はアッサム、ウバ、両方ともね、ミルクに合いますので、ミルクを入れたい方はこのどちらかをおすすめします。そして、アールグレイもありますので、フレーバーティーが好きな方は、アールグレイを選んでみてください。しかもこれ定期便にもできるので、定期便になるとさらに 5% 安くなります。はい、お得ですね。お茶って福袋みたいなね、そう、お得に買えることはあるんですけど、なかなかその単商品が安くなるって、こういうフェアを使わないとないんですよね。なので、ぜひ、こういった機会にね、新しい紅茶にね、出会うきっかけにもなりますし、いろいろね、試すのもいいんじゃないかなって思います。そして、クンフー紅茶。中国の紅茶ですね。私はクンフーって言うんですけど、カンフーって読む方もいて、いろいろ読み方はキームンがキーマンとかキーモンっていう風に、まあ漢字をカタカナに日本語にね、こう当てがってるから、若干発音は違います。私はさっき言ってもね、クンフー紅茶って呼んでいるので、クンフーって言います。なのでちょっとカンフーって呼んでる人からすると違和感があるかもしれません。で、このね、クンフー紅茶って一体何かって言いますと、クンフーって中国で言うと、なんか頑張ってるとか努力してるとか、そういうなんか、必死になったり、必死にこう、なんか創意工夫してみたいな、そういうイメージの言葉らしいんですよ。これをね、英語で言うと、クラフトビールのクラフトにこう相当するとも言われている。だからなんか、ちょっと新たに自分たちの創意工夫をして作ったっていうような意味合いが、このクンフーっていう言葉にはあります。このクンフー紅茶って一体何なのかっていうと、通常紅茶って茶摘みして、こう、しおれさせて、傷をつけて、で、発酵して、発酵を止める、乾燥をして、で、こうサイズごとに茶葉を分けるっていう順番で作られていくんですよ。なんですけど、このクンフー紅茶、この最後のね、乾燥の後にもう一回火入れをする、そういう紅茶のことを言います。じゃあ何のためにそれをするかというと、甘い香りを引き出すために、こう、焙煎というか、まあ、火入れをすると言われています。なので、カラメルのような甘い味わいが好きな方はね、このクンフー紅茶、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。そして次がですね、どんどん来ますよ。パパパパって。だって40。で、次が、カフェイン苦手なんだっていう方は、お待たせしました。デカフェ出てますね、クリッパーさん。アッサム、そして、アールグレイ出ています。まあ、日中はね、通常カフェインが入ってる紅茶でも平気っていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと夜とか、まあ夕方以降カフェイン控えてるっていう方も結構ね、いらっしゃるんですよね。お会いすると。なのでそういった方におすすめなのがこのデカフェです。飲みやすくていいですよね。そして、和紅茶。和紅茶も今回ね、出ています。静岡県の掛川茶。通常ね、このティーバッグって 2g 入ってるところが多いんですね。でも、こちらはたっぷり 3g 入っています。しかも、このね、大きなね、三角形のテトラ型のティーバッグになっているので、ジャンピングもしやすいですし、紅茶の味わいを本当に存分に楽しむことができます。で、紅茶はね、ヤブキタと紅風紀をね、こうブレンドしてるんですよ。ヤブキタってどちらかというと、緑茶に使われる品種。で、紅風紀は紅茶に使われている品種。それをブレンドしてるから、いいとこ取りですよね。爽やかさもあり、でも紅茶らしい、こう、コクもあり。そこがね、こうブレンドしてまろやかな甘みがある。でも癖がないんだよっていうね。日本の紅茶らしい優しい味わい。まだ和紅茶ね、そんなにね、飲んだことがないっていう方、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。
そして和紅茶、今回まだまだあるんです。もう一つがですね、北村さんのコスモス。こちらもティーバッグになっています。これはね、有機紅茶、紅風紀。有機農法で作られた紅風紀です。しかも、黄綬褒章を受章したと言われる紅茶ですね。なかなかね、そんな賞をもらえるってないですよね。で、長崎の紅茶って、九州ってお茶どころでいろんな紅茶あるんですけど、でも長崎って、ちょっと少ないんですよ。なので、長崎の紅茶どんな味かなって、ね、試してみたい方は、ぜひぜひ、このね、コスモス飲んでみてほしいなと思います。しかも1970年代からオーガニックに取り組んできたっていうので、ね、まだまだその時代ってそんなにオーガニックって言われていた時代じゃない中で取り組んできた。そういったね、チャインでもあります。しかも、先ほど言ったマイクロチップがね、心配だっていう方も いらっしゃると思います。ここのティーバッグは植物由来なので、こう、体の中にね、マイクロプラスチックが溜まるようなことはないと思います。しかも、一つで3回楽しめるって書いてるんです。ティーバッグで3回って珍しい。珍しいから、どうなんだろう。ちょっと、2グラム入っていて3回飲めるって、どうなんだろうね。ちょっとそれは試してみたい。2グラムで3回飲めたらすごいお得ですよね。そして、屋久島の紅茶、ヤクティーです。昔、本当に今から10、いや、もっと前になっちゃうかもしれない。15、もっと前か、とかだと、国産紅茶がまだそんなに、こう、美味しいって言われるほどの時代じゃないっていうのはすごい失礼だけど、なんか味わいが優しすぎて、これ紅茶なのかな、何なのかな、とかって言われてた時代がね、2、3昔ぐらい前かな、あったんですよね。だけど、まだ和紅茶っていう言葉もない頃、国産紅茶って言われていて、ちょっとずつ国産紅茶美味しいねって言われ始めてた頃って、屋久島とかね、沖縄とか、あのあたりがすごく注目されてたエリアなんですよね。そんな屋久島さんの無農薬の紅茶。屋久島の紅茶は優しいんだけど、味わいはしっかりしている紅茶が多いので、屋久島の紅茶も、飲んでみてほしいな。これはティーバッグですね。そして、同じ鹿児島県の和紅茶も出ています。これはティーバッグ。しかも、4グラムも入っています。すごい。通常の倍ですね。2個分入ってる。なかなか、ね、3グラムはね、結構国産紅茶では増えてきてるんですよ。でも、4グラムは正直今回が初めて出会いました。たっぷりね、味わいが楽しめる。和紅茶って、海外に比べると優しいですって言われるんですよ。でもそれはもう本当に優しくって。でもそういう中でも、鹿児島県の味って、結構ね、しっかりした味わいが多いんですね。で、こう、甘みとか、私はまあ、べっこう網っていう風に表現するんですけど、ああいう濃厚な甘みがある紅茶が多いので、まったりと楽しみたい。すっきり飲むというよりは、まったり、優しい気持ちになりたいっていう時に、この鹿児島県の紅茶、ね、いいんじゃないかなと思います。そして同じ鹿児島でも、チランですね。チランのペットボトル。ついに国産紅茶もね、ペットボトルになって、年月が経ちましたね。本当にペットボトルのね、和紅茶が出た時は、ようやくそんな時代になったのかって思いましたけど、今では割とね、もう当たり前でもないかな、まだ。でも、結構目につくようになりましたよね。で、メーカーさんいろいろね、国産紅茶出してますが、先ほど言ったように、やっぱりこう、和紅茶って優しすぎるから、ペットボトルになると、ちょっと頼りなく感じちゃう。頼りなく思っちゃうかもしれないんですよね。紅茶と思っていて飲んだら、え、なんかちょっと優しすぎるな、みたいな。だから、こう、味わいが和紅茶の中でもしっかりしているチランとか、その鹿児島紅茶が使われることが多いんですね。で、このポッカの和紅茶も鹿児島県チラン産の紅茶になっています。そして、ここからは紅茶の道具です。紅茶アイテムに、おすすめの紅茶アイテムに行きます。一つ目がですね、ドリテックの電気ケトル。これは入れやすい。で、電気ケトルって、まあ、有名なね、ところあると思うんですけど、縁がね、こういう、なんていうの？ここがまっすぐになってるタイプが多いんですね。
もしくはコーヒーの実、こう細長くくるんってなってるタイプで、このね、まっすぐでくちばしみたいになってるタイプあるでしょ、鳥の。それはですね、とってもお湯のコントロールがね、しづらいんですよ。なので紅茶を入れるときには私はあんまりおすすめしてないんですね。じゃあどんなのがいいのかっていうと、このドリテックの電気ケトル、お湯のね、キレがいいんですよ。で、紅茶って勢いよくね、なるべく高いところから勢いよく入れてくださいって毎回お伝えしてるんですけど、勢いよく入れるのは、まあ、怖い。その怖ささえ乗り越えたら、こう注げるんですよ。でも、300cc でね、2杯分入れるとするとね、ティーカップ2杯分入れるには 300cc のお湯が必要なんですけど、その 300cc になった時に止めなきゃいけないじゃないですか。そのお湯のコントロールがね、こういうなんかくちばしみたいな形だとちょっとね、やりにくいんですよ。なのでおすすめなのはこのドリテックの電気ケトル。これはもうブラックフライデーじゃなくても私はおすすめしている、そんなね、ケトルなので、うん、おすすめで、私も持ってるし。まあ、家とかではガスでね、使えるときはガスの夜間を使うんですけど、レッスンとかでも会場に行くときって、なかなかガスが使えるところ、ガスコンロが使えるところって少ないんですね。なので、そういうとこでは本当にこれもうめちゃくちゃ私は使っていておすすめです。そして次がですね、アリオのジャンピングリーフ。これよく見ません？カフェとかでも結構このね、ポットに茶葉が浸った状態で入って出てくる、なんていうの？パン屋さんとかで飲む紅茶ありますよね。イートインできる。ああいう、ちょっとなんか紅茶専門店までの紅茶じゃないんだけど、でもリーフで入れてますよっていうようなところで出てくることが多いイメージだけどね。うん。それぐらいね、入れやすいんですよ。こう丸いからジャンピングしやすくて。で、茶葉を干せるね、フィルターが上についてるから、こうやって注ぐとともに、リーフがね、このティーカップに入らないよっていう風に言われている。そこがね、まあポイントではあるんですけども、でも、個人的には、いつもね、おすすめしている入れ方のように、茶葉は取り外してから入れるのをおすすめします。なので、まあこの、ね、せっかくあるんですけど、フィルターは、まあ、使わない方が美味しく入る。なぜかというと、ゴールデンドロップが、このポット一杯の中にしっかり入るから。ゴールデンドロップっていうね、最後の一滴って言われるんですけど、その一滴が入るか入らないかで、全然味わいが、本当に全然違うんですよ。で、その一滴ってやっぱ一滴だから、ポットの中にこうやって入ると、薄まってみんなで楽しめるじゃないですか。でも直接ティーカップに注ぐと、最後の一杯の人しかね、そのゴールデンドロップは入らない。しかも、入りづらい。うん、なので、あんまり私はこの茶こし付きのポットはおすすめはしませんが、茶こしさえ考えなければ入れやすいし、サイズもね、350で、まあ、これよりちょっと一回り小さいかなぐらいのサイズだから、使いやすいんじゃないかなと思います。そして、ポカロティのガラスの急須。これね、私今回買おうかなって思っていて、今、レッスンでは、色がね、見えるように、ティーポットをこのガラス製にしてるんだけれど、こっちの方が可愛くない？うん、450で、まぁ、ちょっと大きめ。でもこれもね、450入るから、容量は一緒ぐらいなんですけどね。可愛いし、割れにくいってあるしね、うん、買おうかなって思ってます。で、これも先ほど、うん、同じように、どちらかというと、茶葉とお湯を注ぐポットではなく、私が勧めてる入れ方なんですけどね、こう、蒸らし終わった紅茶を取り除く用の二つ目のポットとして使ってほしい、うん。これからお勧めするポットはすべてそちら側の二個目のポットとして使うことをお勧めするようなね、そういったポットになっています。そして、次がですね、ハリオのこのアジアンキュース。これ何がいいかっていうと、180ml、うん。私は結構紅茶を飲むので、こう、2杯分の 300cc 入れてもね、全然苦にならない。だけど、そんなにたくさんいっぺんに飲めないっていう方も中にはいらっしゃるんですね。だけど、ほとんどのティーポット、まあ小さいと言われてるティーポットって、300とか、まあ350ぐらいが多いんですね。で、300のポットでもね、180、まあ1杯分の 150cc ぐらいのお湯を注いで入れてたらいいじゃないかって思うかもしれません。でもそれをするとね、このポットの中でジャンピングできるのが半分になるんですよね。半分の高さでジャンピングするってちょっと高さね、足りないんですよ。ジャンピングしづらい。ジャンピングっていうのはこう、茶葉がお湯の中でゆら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 とね、こう上下に移動して、で上に上がったり下がったりしながら、
こう茶葉がこうね、開いていくんですけど、それが本来ならここら辺まで上がって下がっていってしたいのが、もうお湯がここまでしかないから、はい、下がりますみたいになって、あんまりね、ジャンピングできないんですよ。だから、ポットのサイズに合わせたお湯の量を入れることをお勧めするんですね。でも、一杯分ってなかなかなくって、だけどこの180っていうのが本当にジャスト、一杯分。で、お湯ってね、お湯、茶葉入れてお湯を入れると、1割茶葉がね、お湯を吸うんですよ。だから180のって入れると、まあ出来上がりはね、18減って160ちょいぐらいではあるので、まあティーカップ、だいたいこれ1杯が 150cc ぐらいだから、ほぼほぼね、カップ1杯分の紅茶が楽しめる。この場合は直に入れてればね、楽しめるので、うん。おすすめ。本当におすすめ。うん、まあ、ここね、口のところに、注ぎ口のところに茶こしがね、小さい茶こしがついてるけど、私のおすすめでは、茶こしを、うん、別にね、使った方がいいと思います、うん。これいいね。買っちゃいそうだね。そして、次。もう何個目かわかんなくなったので、次って言います。ボダンのシャンボールティーポット。これもですね、茶葉を入れてお湯を注ぐように入れるような入れ方、うん、として使うのも入れやすいし、で、この受ける側のポットとして使うのも使いやすい。なぜかというと、ここの蓋の間口が大きいから。普段ね、ここにね、茶葉とお湯が入った状態だと想像してほしいんです。いつもね、私がおすすめしているように、茶葉を入れてお湯を注ぎます。で、そのお湯と茶葉が入、蒸らし終わって、お湯と茶葉が入った紅茶を、こう、茶葉を取り除くんですね。じゃーっと。そうすると、慣れてない時ってね、ここが、この二つ目のポットの口が小さいと、こぼしちゃうんですよ。結構レッスンでもこぼす方多くって、わーってなるんですけど、でも皆さんこぼしますよって、本当に皆さんこぼしますっていうぐらいこぼすんですよ。でも、このボダムのティーポットって口がね、ここの口が広いからこぼれない。こぼしようがないんですよね。安心して入れられる。うん。ファーストポットとしても使えるし、セカンドポットとしても使える。でも、ファーストポットとして使うときは、この茶こしを外して使うことをおすすめします。ただ、ちょっとサイズがね、1リットルと大きいので、まあ、6人分、7人分ぐらいの紅茶の量が入るので、たくさんのね、量が欲しいとき、便利かなと思います。見た目が可愛いっていうのもね、いいよね。で、次が、ハリオの急須 700ml。これはね、私も使ってたんですね、昔。でもちょっと割っちゃって今ないんだけど、これ何が便利かっていうと、アイスティーを入れるときにめちゃ便利。アイスティーって、まあ通常のように茶葉入れて、お湯でね、蒸らすんですけど、氷がたくさん入っているポットに注ぐ。まあここにね、氷がたくさん入っているポットに茶葉をこう、こすんですよ。そうすると、同じサイズのポットだったら、氷がたくさん入ると、こぼれちゃうじゃないですか。なので、こう、セカンドポットは、アイスティーの時はね、最初のファーストポットよりも大きくないと、こぼれちゃうんですよ。たくさん氷も入れるし、ね。なので、アイスティーを入れるときに、これは本当にちょうどいいサイズなんですよ。もうたくさん氷を入れて、ガーって、急冷するのがアイスティーを作るときの最大のポイントになるんですね。その最大のポイントである、急冷がしやすい。なので、まあ、もうこれからはね、そんなにアイスティー飲まないかもしれないですけど、うん、アイスティーのときは本当に便利なので、覚えておいてほしい。うん。そして、ティーカップ。ティーカップはですね、150が基本なんですね。まあ、メーカーによって、ちょっと大きかったり、ちょっとちっちゃかったりとかあるんですけど、おおよそ150と言われています。その中でこのボダムのビストロダブルボールは、触っても熱くない、触っても冷たくないって嬉しいですよね。そして、宙に浮いてるように、見た目が可愛いですよね。しかも、ね、紅茶の色ごと楽しむことができるので、ガラス製のね、やっぱり良さですよね。そして、これは初めてじゃないかな。セールに入ったのも初めてじゃないかな。私ずーっと欲しいなと思ってて。でも、なかなかね、買わずにいたんです。それが何かというと、透明急須。120ml で茶こし付き、うん。これ何がいいかというと、もう、この1個で入れて、注いで、ね、お湯を、あと紅茶を入れて、注いで飲める。だから、旅行とか、ね、どっか出かけるときに、やっぱりこのポットを2つ持って、受取って、
すごい場所取るしね、行きづらいじゃないですか。でもこれがあれば、例えばホテルとか行ってもね、自分の好きな茶葉を持っていけば楽しめるわけですよ。めっちゃ欲しいと思って、ずっと欲しい欲しいって言いながら買ってないんですけど、この機会に買おうかなってちょっと思っています。でこれはね、茶こしを入れてたとしても、ほぼ茶こしとこの急須のサイズが一緒だから、これは入れて使っても大丈夫で、そのまましっかりと振ることができるっていうか、この振りやすいんですよ。しっかりゴールデンドロップが出やすい。ゴールデンドロップって結構難しくって、レッスンでね、お伝えしてても、回数何回か何回かこなして、こう通ってくださらないと、なかなか正直言うとね、難しいものなんです。でもこれだと上手に入ると思う。なので、一杯しか飲まないとか、これから新しくポット買いたい、買うんだっていうことを言う方には、おすすめ、いいんじゃないかなと思います。そして、のりたけさん。今回、のりたけさんのカップ出てきましたね。国産のね、数少ない有名な洋食器メーカーです。220なので、ちょっと大きめですし、コーヒーとしてもね、飲めるような形なので、ちょっとティーカップよりは高さがあるようなね、タイプになっています。まあ、コーヒー用とね、ティーカップの違いどうね、もっと詳しく知りたいという方は、他のね、動画で説明しているので、そちらをちょっとチェックしていただきたいと思います。同じく国産の洋食器、なるみ。なるみも今回出ましたね。なるみもね、結構私も先ほどののりたけも両方使ってるんですけど、日常使いがしやすいんですよね。うん、しかもこのなるみの方は食洗機対応ですし、電子レンジもできるということなので、使いやすくていいんじゃないかなと思います。同じ柄のティーカップは、それはそれでね、こう楽しいんだけど、ちょっと飽きちゃう時もあるじゃないですか。違う柄だけど統一感があるっていうようなティーカップはすごくね、たくさんあっても飽きないし使いやすいんですよね。そしてヨーロッパの有名な釜といえばウェッジウッド。今回ウェッジウッドもね、出ましたね。もうウェッジウッドといえばこのワイルドストロベリーって言われるぐらい有名なデザインになっています。これがなんと今回 14% オフで出ています。そして同じくウェッジウッドのフェスティビティも出てますね。まあ見ただけでウェッジウッドってわかるようなね、ティーカップです。ウェッジウッド好きな方ね、お得なこの機会いいんじゃないかなと思います。で、ウェッジウッドで思い出した。ウェッジウッド今回ね、クッキーも出てたんですよ。なので、ウェッジウッドのクッキーとともに、ウェッジウッドのティーカップで紅茶を飲むってちょっと楽しくないですか？そういったね、こうトータルでウェッジウッドを味わうこともできますので、ウェッジウッドのクッキー、そしてカップ、紅茶、ね、楽しいよね、そういうの。そして、キッチンタイマー。まあ、砂時計で蒸らすとね、やっぱおしゃれだし可愛いんです。だけど、あれ、砂が落ちてもお知らせしてくれないから、ずっと見てない。とあれもう落ちてたみたいな時ってありません？私結構あるんですよ。で落ちたらいつ落ちたか、今落ちたのか、30秒前に落ちたのか、もう2分3分経ってるのか分かんないじゃないですか。でそうすると茶葉によってはもう白くなって飲めないっていう時もあるので、まあおすすめ、まああんまり情緒とかね、可愛さとかはないんだけど、キッチンタイマーを使うことを私はおすすめしています。でこうお湯を注ぐからやっぱりちょっと水がね飛ぶこともある。で特に初めてこうお湯を高く注ぐとかって、まあレッスンでもするんですけど、人によってはもう朝一にお湯まみれでべっちゃべちゃみたいな時もあるんですね。でもまあ火傷しなかったらいいんですけど。で、その時にキッチンタイマーが壊れるとちょっと悲しいでしょ？なので、ちょっと今回おすすめのドリテックのキッチンタイマー出てたので、防水の。この防水って意外に役立つので、しかも 15% オフ。まだね、キッチンタイマー使っ、ね、持ってない方、まあ、携帯でね、される方もいるんだけど、でも、携帯こそそんなにね、濡れたりとかすると嫌だと思うので、使ってみたらいいんじゃないかなと思います。そして、もう一つおすすめのキッチンタイマーがあります。これね、結構地味なんだけど、こう、斜めに立てられる。で、ほとんどのキッチンタイマーって磁石でパチってね、冷蔵庫に貼るイメージで、こうペタってね、磁石でこうつくタイプが多いと思うんです。でも、例えばテーブルとかで入れるってなると、平面に置くじゃないですか。ね。まあ別に、それでも見えるんですよ。でも、平面に置いた、このね、こうする平面だとするでしょ。でもそれがちょっとこう、立ってくれたらめっちゃ見やすくないですか。これだけのことなんだけど、めっちゃ見やすくなるんですよ。この、ちょっと立ってくれるって。なので、スタンドがついてるキッチンタイマーも、結構ね、侮れない、いいんじゃないかな。便利だと思います。
ちょっとしたストレスをね、こう、防いでくれるキッチンタイマーなので、いいと思います。そして、今私はね、このキャンドルでポットを温めています。だけど、これ、火だから、ここが、例えばジムデスク、紙とかがあったりとか、まあ小さいお子さんがいるとか、ペットがいるとかなると、ちょっと危ないじゃないですか。そういう方におすすめなのが、カップウォーマーです。電源入れれば入る。もしくは USB というものもありますけど、これはね、電源ですね。コンセントで挿して入れるタイプ。それで十分温まります。使い勝手がいいのでね、おすすめです。いやいや、このキャンドルのね、揺らめく炎、それを楽しみたいんだよっていう方には、ティーウォーマー出てますね。で、ティーウォーマーって、ここの大きさを間違えるとね、ポットとの大きさを間違えると置けなかったりするんです。でもこれは、本当に置く場所がね、広く取っているので、どんなポットでも置けるっていうふうにね、ほとんど、どんな人は書いてないな。ほとんどのティーポット、コーヒーポットの加熱に適してますってあります。うん、使いやすいですね。しかも、ね、これと違って割れない。割れないってね、安心ですよね。なので、これからの季節、やっぱりね、暖かく紅茶を楽しみたい季節に入ってきますよね。なので、こういったね、電気グッズを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。そして、ちょっと離れるんですけど、このリーフを使うのってすごくめんどくさいっておっしゃる方がね、そういった声が届きます。やっぱりティーバッグって便利だし、ゴミもね、ポンってするだけだから使いやすいしね、簡単。だけど、ティーバッグって種類が少ないんですよね。どん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 紅茶沼にはまっていくと、いろんなね、紅茶を楽しみたくなっていって、そうするとやっぱりリーフの方が種類がたくさんあったりとかするので、だんだんね、リーフに移行していくっていう方が多いんです。だけど、やっぱり洗うのがめんどくさいっていう方がいます。で、そんな時に、こういうね、吸水マットをポンって置いとくと、もうちゃちゃっと洗って、すぐ乾かせるから、いいんじゃないかな。こういうのもね、なんか 30% もね、引いてくれるし、ちょっとした時に、さっと引いて乾かす。便利じゃないかなと思います。そして、シャワーね、捨てる時って、結構もう私、本当に1日何回も何回も、紅茶をね、リーフで飲むので、シャワーがいっぱいになっちゃうんですよね。で、今回初めて見つけたんですけど、この三角コーナー不要のシンクの水切りっていうのがあって、シャワーだけここに捨てられたら、めっちゃ便利と思って、これは今回私も買おうと思ってるんですよ。うん、これ多分ね、地味にっていうと、あれだけど、便利だと思うんです。おすすめです。そして、うん、やっぱり紅茶って茶葉と水だから、水の美味しさってね、大事なんですよね。で、水道水ももちろんね、日本の水道水美味しいし、浄水器を通した方が安心ってね、言われてますよね。で、今回じゃあね、浄水器、しかもカートリッジ3個ついたものが出ているので、まあもちろんこのね、お家の蛇口に合う合わないとかいうのはあると思うんですけど、もしね、浄水器考えていて、家の形に合うっていう方はね、いいんじゃないかなと思って、こちらご紹介しました。そしてですね、毎日、むちゃくちゃ私は紅茶を飲むんですけど、やっぱり、こう、ステインとか気になりますよね。そんな時に私も使ってるんですけど、週1回の歯磨き粉、今回出てたからいいなと思っておすすめした。これはなんかね、たくさん何回も毎日のように使うような歯磨き粉ではなくて、本当にここって時に使うような集中美白ってここには書いてるんですけど、クレンジング用のペーストなんですね。外でホワイトニングするほどではないけど、とか、まあ、私もそうですけど、ホワイトニング行くのちょっとなんか怖くて行けてない。なんか私はやったことないんですけど、うん、でもあんまりね、なんか紅茶色にね、口の中も紅茶色になってちょっとあんまり嬉しくないから、私も使ったりしています。なので、おすすめとしてご紹介しました。そして、ちょっと番外編ばっかだけど、このね、国産生姜のジンジャーエール缶、何に使うのと思うかもしれませんけど、生姜紅茶ありますよね。生姜紅茶って、まあ自分で生姜と紅茶の茶葉を入れたらできるんだけど、これをね、まあ例えばアースティーとかに作って、生姜、ジンジャーエール入れたら、ジンジャーティーソーダができるじゃないですか。だったり、あとはね、前もね、クリスマスでおすすめのアデンティティのところでお伝えしたんですけど、ワインにアールグレイ入れるとサングリアみたいになるんですよ。でもワインってやっぱりアルコールだからね、アルコールが苦手な方もいるじゃないですか。そういう方におすすめなのがこの山ぶどうジュース。この山ぶどうジュースにアールグレイを入れると
絶対美味しい。ちょっとしたなんかアレンジティーにもなるし、うん、サングリア感覚でね、ガブ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 紅茶を楽しむことができるので、こういったちょっとアレンジもね、番外編としてご紹介しました。そして最後に、これはですね、今回のセールドア、セールではないんですけども、今しか買えないということでお伝えしたい、アドベントティーカレンダー。まあ、アドベントティーカレンダーはね、だいたい毎年同じようなメーカーさんから同じようなものが出てるので、ちょっとね、去年のものになるんですけど、そちらでね、細かいところは確認していただきたいなと思うんです。Amazon で買えるんですよね。しかも通常のお店っていうか、本店っていうんですか？本来のそのオリジナルのホームページで買うより安く買えるので、うん、おすすめなアドベントティーカレンダーがあります。一つ目はですね、ウェッジウッド。ウェジット、これね、今回、クリスマスの24と25日だけ、2つティーバッグが入ってるんですよ。分かち合おうねっていうことなんですけど、誰かね、大切な人と一緒に、まあ、横かな立ってたかなわかんないけど、同じ味わいを楽しむことができる。なんかめっちゃ粋じゃないですか、こういうの。ね、嬉しいですよね。しかもなんかオーナメントとしても使うことがね、できるので、こう飾りながら、一日一日にこう取っていくのも楽しいかなと思います。もしくはね、飲んだ後にこう飾っていくとかね、いろんな使い方ができますよね。そして、最初にね、ご紹介しましたけど、トワイニングのアドベントティーカレンダー。これは本当にお得ですよね。2200円で24日間楽しむことができます。いろんな紅茶楽しめます。ハーブティーもあるしね。今日は何飲もうかなって迷うこともないし。うん。手軽にね、紅茶を楽しめる。やっぱそれはね、トワーニングさんのすごいところですよね。そして、三つ目がコペンハーゲン。このロイヤルコペンハーゲンもアドベントティーカレンダー出ています。こう、キューブ型なので、やっぱり立体的だと可愛いんですよ。可愛さがもうすごい。うん、見てるだけで癒される。そして、カルディからもね、出ているので、うん、カルディの福袋もすごくね、うん、人気ですよね。壁掛けのような形になっているので、場所も取らないですし、毎日ね、違う紅茶を楽しめる。カルディの豪邸がお好きな方は、ぜひね、このクリスマスティーカレンダー。まあ、壁掛けタイプなので、カレンダーとしても楽しむことができる。このカルディのアソート、ティーアソートもあります。あとそうだ。もう一個忘れた。で、最後がですね、お茶バッグ。このフィルターのティーバッグ。ティーバッグはやっぱり便利さではリーフは勝てないんですよね。ね、ゴミも出ないし、カップだけでね、道具もいらないし。でも、リーフで購入される方もいると思うんです。そういう時に、この中にちょっと入れて、ティーバッグ感覚で楽しめるので、例えば旅行に行くとか、外にね、なんか出かける時に、お好きなね、紅茶を自分でティーバッグにして飲むことができるので、そういった時に役立つ、とっても便利なものだと思います。ということで、以上、40個ぐらい多分言ったと思うんですけども、お好きな、なんか、興味のあるもの、気になるもの、見つかりましたか？もし、これ買ってみたよとか、これ欲しいよねっていうようなことがあったら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。ということで今日は Amazon のブラックフライデーセール、おすすめの紅茶アイテム、そして紅茶についてお伝えしました。これからも美味しい紅茶情報やおすすめの紅茶情報をお伝えしていきます。よりね、詳しい内容、ここでね、お伝えできなかった内容は、公式 LINE からお伝えしていますので、よろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。ありがとうございました。バイバイ。